開発元々は仏教用語で仏性を開き発せしめること。上記の仏教用語からの転用で自然や知識を利用してより人間に有用なものを生み出す行為。本校で詝術。北日本、北陸地方に参見する地名。概要最も一般的な開発である。自然のままで人間生活に問題がある場合。 その環境を人為的に変えることで、より生活を良くするのが開発である。山岳の交通を容易にするトンネルなどである。土木や建設と深いつながりがある。開発される森林問題点近代以降、開発のスピードは加速し森林衰退や都市問題を含む環境問題を生み出している。このような開発姿勢の結果、持続性が失われ、 人間生活へ問題を投げかけている。概要既存の技術などを複合することで、新しい技術を生み出すのが、技術開発である。問題点近代以降、技術開発のスピードは加速し、幾度も既存の価値観との衝突を生んできた。今日では、生命工学等の技術が倫理観などと衝突し、議論となっている。 概要人間が行ってきた経営事業の情報処理をコンピュータプログラムを用いてシステム化することが現在主に言われるシステム開発の一つである。当初は事務作業や単純作業の効率化が目標であったが次第に経営活動自体に深く関与するようになり経営改革や組織と表裏一体になりつつある。なおシステム開発の講義は企業や団体。 組織の仕組みづくりにあり、それらに見合った業務の正準化や効率化を図ることである。問題点20世紀後半にシステム開発が急速に進んだ結果、世の中の様々な活動にシステムが利用されるようになった。その結果、システム上の不備が社会へ甚大な被害をもたらす現象が散見されるようになった。現状では、 システムが完全に問題なく作動する保証はできないためフェールセーフが求められている。このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味、食能を有する場合の水先案内のために異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたらリンクを適切な項目に貼り替えてください。 ありがとうございます。